ハーミットは、イギリスの競走馬、種牡馬。競走馬として、エプソムダービーに勝ったほか、種牡馬としても7度、イギリスチャンピオンサイヤーとなり成功した。競走成績は1866年から69年の間に23戦して8勝。エプソムダービーやセントジェームズパレスステークスに勝ち、41,261 ポンドの賞金を獲得した。同時代の記録では、穏やかで稀に見る優しい性格で、非常におとなしい気性の馬だった。晩年に、馬主ヘンリー・チャップリンの幼い息子を背中に乗せて遊ばせていたという逸話も残る。本馬について言及される際は、ダービーのエピソードがよく語られる。ハーミットの所有者は、ヘンリー・チャップリンという人物であったが、彼は結婚式当日に婚約者をヘースティングズ公爵に奪われ、大変大恥をかいていた。ヘースティングズ公爵はまた、ハーミットを勝てるわけがないと馬鹿にし、負ける方に全財産をかけた。ヘースティングズがこのような賭けに打って出たのは、ダービーの1週間前、ハーミットは微出血を起こし、勝つ見込みは薄いと思われたことによる。実際に単勝オッズは1000対15の人気薄だった。しかし陣営はダービーに向けて、ハーミットの調子をなんとか立て直そうと努力した。この年は異常気象に見舞われ、ダービー当日は6月だというのに激しく雪が降っていた。おまけに都合10度もスタートがやり直され発送が1時間も遅れた。小柄な本馬は雪の中、特にみすぼらしく見え、レックやまるで死体とまで酷評された。しかし、なかなかスタートが切られないことに、他の出走馬や騎手たちがイラつきを隠せない中、情勢は、気性の穏やかな本馬に味方した。レースは序盤好位につけ、最後の直線に入ると、大外から追い込みマークスマンを首さかわしたところがゴールだった。結果、チャップリンは名誉と10万ポンドもの大金を得て、騎手のデイリーには1000ポンドを、調教師のブロスには5000ポンドを渡して報いた。一方、ヘースティングズ公爵は、賭けの結果12万ポンドもの大金を失った。チャップリンは借金に苦しむヘースティングズ公爵に対し自分の分の債務については支払いを猶予してもよいと申し出たがヘースティングズ公爵は債務と後悔の念に苦しみ翌年ハーミットのダービーに絶望した。なぜの言葉を残し自殺した。ダービーの後は鳴かず飛ばずに終わったハーミットだったが種牡馬として再び名声を得た。1880年から1886年の7年連続してイギリス種牡馬チャンピオンとなった。1890年、つなぎ漁されていたブランクニーホールスタッドで死亡した。牝馬に活躍馬が集中したため父系子孫はさほど広がらず21世紀初頭までにサラブレッド父系としてはほぼ断絶に近い状態に陥ったが、それでもフランスでヒュームが活躍し、日本では1970年にガーサントがリーディングサイヤーを獲得、1992年までガーサントの孫にあたるアスコット A とアスコット7兄弟が供用されていた。この系統最後のサラブレッド種牡馬はイギリスで2010年頃まで常用馬の生産に使われていたデビルズジャンプという馬であった。ただし、サラブレッド血統として終わりつつあった1980年代、実際には、ハーミット系は急激に拡大していた。これは、アメリカに渡ったフライ・アーズバルさんの系列から、クォーター・ホースの歴史的種牡馬スリーバーズ、ロケットバー親子が出たためで、さらには、史上最強のクォーター・ホースと呼ばれる、ダッシュ・フォー・キャッシュが出現し、競走用クォーター・ホースの血統を完全に塗り替えた。それ以降、競走用クォーター・ホースの 50% 以上を、ハーミット系が占める。また、スリーバーズのコラッキーバーのサンクインプレッシブは、ショーホースの分野で大成功し、こちら方面でも勢力を拡大している。2017年現在、サラブレッド血統としては滅亡することが確定的となっているものの、ハーミット系はその事実に反して全盛を迎えている。ありがとうございます。